はい、こんにちは、伊藤元次です。この動画では人生もビジネスもうまくいく日本古来の知恵と題してですね、毎日少しずつ、お役に立てることをお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日早速お伝えする内容はですね、因果っていう言葉をですね、ぜひ、お伝えしたいと思ったんですよね。で、それどうしてかというとですね、その人生とか、あと人間関係とか、あと心のこととか、あとビジネスのこととか、例えばお金のこととか、パートナーシップのこととかですね、身の回りのこと、いろんなことが、あなたのところにもですね、たくさんあると思うんですけれども、それらのことは全て、原因と結果でできてるんですよというその真理というか摂理というか道理ですね、その道理を表したものが因果っていう言葉なんですよ。で、この因果という言葉を分解しますと、原因の因っていう字に結果の果と書いて因果って読むんですけれども、つまり全てのことは、原因と結果で、できているんですよね。つまり、たとえ自分が人間関係に恵まれたいとか、ビジネスの結果に恵まれないとかですね、で、自分にとって望ましくない結果があったとしてもですね、それには必ず結果じゃなくて原因があるわけですよね。で、原因があって結果があるということは、これからの自分にとって望ましい結果が欲しいと思ったら、その結果が得られるような原因を自分で行うっていうことによって、自分にとって望ましい結果が得られるとも言えるわけですよね。で、例えば自分にとって今本当に悩ましいことがある、解決したい問題があるとしても、あったとしてもですね、それは必ず解決できるっていう、原因が必ずどこかにあるっていうことなんですよね。つまり変えられるんですよ。自分にとって望ましい結果が得られるように変えられるっていうことであるとも言えるわけですね。なので、今自分にとって望ましい状況があるかもしれないんですけれども、未来は変えられる。それを表したのが因果っていう言葉で、で、しかも日本古来の知恵がでもあるわけですね。つまり、ご先祖さんとか昔の人がですね、そのことをよく知ってて、生活の中にそれを取り入れて、よし、日々こういうふうに改善していこう、こういう将来こういうふうになるように今こうしていこうっていうことを、努力するっていう意味でこういう言葉を残してもらえたと思うんですよね。なので、ぜひですね、これからお話、毎日ですね、少しずつ お伝えしていく内容もですね、この因果っていうことの、言葉をベースにした内容をですね、少しずつお伝えしていきますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。はい、今日は、ここまでです。はい、最後までご覧くださりありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。